どうも皆様こんにちは、タクピーチャンネルのタクピーです。ということで、今日はですね、8月の最新作ボールのアトラスと、ザワンウルトラマリン、この2球を使ってですね、比較投球をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ではですね、ちょっとアトラスからまずいきたいと思います。さあ、ちょっとね、練習してないんでどれぐらい曲がるかちょっと分かんないですけど、まずは、はい、アトラスからいきます。はい、いいですね。やっぱりね、直進性がいいですよね。で、しっかり曲がると。今のがアトラスです。じゃあ次に同じところをザワンウルトラマリン、こちらで投球していきたいと思います。うわ、ちょっとピンの音ちょっと違いすぎてびっくり。ぶっ壊れんかなっていうぐらい今すげえ音しましたね。いやー、ちょっともう一回行きましょうか。はい、じゃあアトラスから行きます。あ、ちょっと出ちゃったな。いや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 、弾き方が尋常じゃないですね。ちょっと出ましたけど、はい、全く問題ないですね。強いアクション。はい、もう一回ザワンでいきます。あ、逆にちょっと打ちか。あ、今ちょっと打ちなんですよね。少し刺さりましたね。はい、っていう形で今ね、同じところ2球で投げ比べで、次は1枚中に寄ってみたいと思います。いきます。おお、倒れてくれましたね。さあ、続いてはザワンのウルトラマリンいっちゃいましょう。1枚寄ったところで、さあどうなるか。どうかな。はあ、なんかね、ザワンの方がなんかやっぱりこう切れ感強く感じますね。バックエンドの動きがやはりね、鋭いという感じがしますね。はい、もう一回同じところアトラスいきます。どう。おお、倒れましたね。やっぱりね、切れ感はね、ザワンの方があるのかなという感じですね。さあ、もう一回いきます。でザワンですね。ああ、なるほど、ちょびっと出たんですけど、まあ、その分ちょっとタップしましたね。はい、さあ、さらにもう1枚寄りますよ、中に。1枚中に寄ってアトラスいきます。完璧、素晴らしいです。はい、やっぱりね、アトラスの方がちょっとね、内側通っても直進するんですよね。やっぱコアが高感性なので。はい、次ザワンいきます。おー、はい、強いね、キレが。やっぱりこうアトラスの方が、まあ、ポケット内で収まってるって感じの動きで、ザワンはしっかり動き切るって感じの動きですね。はい、じゃあアトラスですね。もう一回いきましょう。はい、あ、今のところ走ってほしかったですよね。ちょっと入りましたね。はい、じゃ
ゃあ次ザワン行きますよ。同じとこ行きます。ちょっと出てったな。いやちょっと出てっちゃったな。あでもね、なんかね、やっぱりこうちょっと差が出始めてきてますね。若干ね、ザワンの方がやっぱまあ外に出ていきやすい感じがしますね。さあもう一枚中入ります。はい、アトラスいきます。はぁ、しっかり戻りましたね。素晴らしい。うん、ちょっと今どうかなと思ったんですけどね、戻ってきましたよ。さすがの表面ソリッドだけあります。次ザワンでいきます。危ない、今ちょっと打ちミスだったんですけどね。あでも行ってくれましたね。はい、うん、とてもいいですよ。さあもう一回アトラス行きます。ここはタップか。はい、さあ次ザワンでいきます。よし、おー戻ってきたね。完璧っす。うん、まあこれね、やっぱり使うコンディションでだいぶ差は出るかなと思いますけども、やっぱりね、破壊力はザワンの方が上かなと。で、安定感はやっぱちょっとアトラスの方が強いなって感じがしますね。じゃあちょっともう一枚中に入って、これちょっと最後にしましょう。はい、じゃあアトラスからいきます。なるほど、まあ、今のはねちょっと中に入った分、まあ、少し動きすぎる、あごめんなさい、少し行きすぎるんじゃないかなと思って少しちょっと緩めたんですね。ちょっと曲がりすぎました。せっかくなんでちょっとザワンも少し緩めていきますね。同じとこ行きます。これは出てった。はい、ちょっとやっぱスピード緩めるとね、ちょっとよろしくないですね。はい、なので、今のところを、まあ、さっきと同じスピードでね、やり直します。はい、いきます。はい、うわー、なんてこったい。完璧だと思ったんですけどね。まあ、これちょっと、まあ仕方ないでしょうね、今のね。はい、ザワンで、もう一回行きます。スピード緩めずに。あー、曲がっちゃったね。思ったより切れましたね。なるほど。ちょっとじゃあ、2球とも、ちょっと泣きの1回でね、ストライク出していって終わりたいんで、ちょっとアトラスから。こいつはさっきほぼストライクだったら大丈夫でしょ。いきます。出ちゃったけど完璧。はい、次はザワンでございます。はい、ザワンね、さっき曲がっちゃったんですよね。もう1回しっかりスピード乗せていきますよ。あー、打ちミス。打ちミスですけど、まあまあまあストライクです。今8月の最新ボールアトラスとザワンを比較投球したんですけども、
個人的にはね、こうアトラスの方が交換性のコアでソリッドで、安定感ありました。ザワンの方はもうとにかく破壊力ですね、先のキレが強いので、とにかくピンが飛ばねえっていう時はこのザワン使ってきゃ全部飛ぶんじゃないかっていうぐらいの強さがありました。安定感を求めるならもうアトラスですね。アトラスはね、しかもこう曲がり幅としてはなかなか強い中の安定感が強いボールなんで、個人的には結構おすすめですね。ザワンもね、やっぱり今までワンシリーズが好きだった方なんかはね、あのキレがね、しっかり健在なのでね、ぜひですね、この8月の最新作ボール2つともね、大当たりボールです。はい、ぜひ使ってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひですね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。